11月3日日曜日午前11時35分と日本海は数か月程度の温床が右前から吹いています。仲間が2人左奥入っていますね。こちらも数か月程度の温床は風はかなり収まりました。こっちも待てばテイクオフできるんじゃないかなって感じの波が、膝もも程度の波が割れてます。こんな感じですね。気温は朝より上がって12度ぐらいですけど、今ちょっと右前から風が強めになりました。なかなかこの風が収まってくれませんね。